合図鳴らします。大きな音苦手な方ご注意ください。それでは給仕の方を始めていきます。お願いします。お姉ちゃんいるの？皆さんの前にいる4頭の動物、種類をスナネコという動物です。生息地はアジアなどの砂漠で、この可愛らしい見た目から砂漠の天使と呼ばれています。ですが今食べているものをご注目ください。赤い方が生の馬肉、白い方が生の鶏肉です。ただ食べてるものからも分かるように、とても獰猛な肉食動物です。見ない、ね、バックヤードではマウスやヒヨコ、骨ごとバリバリと食べています。いいですよ。こちら砂漠に住んでいるところからですね、分かる特徴を皆様に何点かお伝えしたいと思います。まず耳ご注目ください。とても顔に対して大きく、ふさふさと毛が生えているのが分かるかと思います。大きい理由は体温調節のためで、ふさふさ生えているの、毛が生えているのはですね、砂ぼこりが耳の中に入らないように、このような毛深さとなっております。次、体の毛の色をご注目ください。薄い黄色っぽい色をしているかと思います。こちらはですね、砂漠の上ではカモフラージュとなる色となっております。給仕の際、肉球ご注目ください。少し毛深いの分かるでしょうか。じゃあ毛深いのにも理由がありまして、じゃあ砂漠の熱い砂の上で火傷をしてしまわないようにであったり、肉球が砂に埋もれてしまわないためだったりします。それでは皆様に一つクイズ出したいと思います。分かった方は大きな声でお答えください。天井の中ご注目ください。普通動物の天井にあるものがございません。何がないでしょうか。分かった方は大きな声でお願いします。さあ何がないでしょう。砂漠に住んでいるというのがヒントです。僕今日答えがなかなか。換気扇？換気扇はあるけど違いますね、惜しい。冷房必ず動物が生きるためには必要なものです。お、水、大正解です。スナネコの天井の中には水がございません。ならどうやって水分を摂取するのかといいますと、このように今食べているお肉などから効率よく水分を摂取しています。バックヤードの獣舎ではですね、お水一応与えてはいるんですが、飼育員の私も飲んでいるところは本当に 2,3 回程度しか見たことございません。こちらあと2つです。じゃあ最後にこの子たちの名前紹介したいと思います。まずこちらからアミーラとアディア、あちらにいるのがマシュリクとサディカです。じゃあ最後2つです。名前の由来などこちらキャプションに書いてますので、よろしければ皆さんご覧になっていってください。それではそちらで給仕の方を終わっていきます。ありがとうございました。このあとなんか足先投げるコーナー見られます。グルーミングと呼ばれるコーナーとても可愛らしいので、肉汁を舐めとること。